おはようございます。任天堂スイッチ版チルドレン・オブ・モルタ家族の絆の物語パート2、2回目、左上のチャットなにこれ。あー、はい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 、なるほど、そういうことか。これね、マイナスのとこ押したらすぐパッパッといけるわけね。この十字キーで選択せんでもいけると、どうしたらいいやろ。ケルディッポ洞窟をリベンジしようか。次は3フロア、3の1とかなってるね。どうしたらいいんやろ、これって。ああ、そうか、友達と一緒にできるって話だからね。こっち、リンダとかもね、使っていったらいいんかなっていうふうに思うんやけど、今はまず、おっちゃんでいこう。ジョンでね。全員を強化した方がいいとかもあるんかな。2人でプレイした方が強い、お得っていうのは間違いないやろうね、おそらくは。コンピューターが操作してくれる、っていうのはこのゲームではおそらくなさそうなんで、一人で行くと損なんで、誰かを友達と一緒にやると良いと。シルクの洞窟、あれ、あ、フロア2つか。ちょっと強くなったんで、多分少しはマシ、前回よりは検討できんじゃないかなっていうふうに思うんやけど。あれ、こんないたっけ最初。ヒットアンダーループ。あそこ、縦。雲ずるいな、あれ。あかん。まあ、このゲームの鍵はおそらくガードやな。で、どうやら一回一回マップが変わるみたいなんやけど、あれ、前こんなんやったっけ。前、あれ、前こんなんじゃなかった、違うか。ここに入ると引き寄せ、ああ違うな。してる間は相手から攻撃されへんのかなと思いきや、ここね、ギリギリ剣の射程の外にいるコウモリさんが攻撃してくると。ガードで行こう。ほら、ほら、ほら、うん、こんな感じでうまく使えばガードで、ガードだけで倒せるってことだね。ガード大将、絶対防御、ああ絶対防御将みたいな、そういえば遊戯王カード、絶対防御将、懐かしいな。これは前回2フロア、フロア2のとこに、フロア2で見たマップと似てる。毎回マップが違うといえども、おそらくパターンがあるはずなので、そのパターン、大まかなパターンはあるはずなんで、なんもないな。おっと、強くなってるよね、明らかに。神の、神のやつ。ん？ちょっと引きを、引くタイミングがワンテンポ遅い。もう一発攻撃当てたれって思うんやけど、それでするとダメージを入れられてしまうんで、難しいな。おお、これはどういうこと？守るんか、敵の攻撃から守ってあげると、どうなるんやろ。これ回転切りみたいなのできるのかな。無理か。
集まったところを攻撃すればだいぶ楽なんやけど、この女の子の HP が、女の子とか娘か、あ、全ての聖なる恵みを変更する。あれ、どっか行った。あれ、ついてきてくれるんじゃないんやな。なるほど。とりあえずモルブ、モルブ、モルタやったっけ、モルブか、集めよう。集めて強化しよう、やられて強化して、やられて強化しよう、ひたすら繰り返せばいいんやね、おそらく。で、そのそのうち、まあ、ある程度プレイ、お、なんかあかん、ここにいられるときついな、あの針が出てくるから。あ、マップの形状はさっきのフロアにで見かけたところ、いたところと似てるんやけど、でも同じかな。けど、出てくる敵の構成は違うんで、やっぱり毎回ダンジョン変わるっていうのは間違いじゃないよね。もちろんパターンはね、限られるんやけど、当然ね。無限に位置から生成するっていうのはちょっと難しくて、ベースは、2になるけど、今なんか15。オレンジでダメージ入ったな。やば、神の一撃、神の一撃、一発で敵を倒せることがあるって、やっぱり能力スキルのレベルアップでだいぶいい感じになってる気がする。どうしたらいいんやろう。いいの出てこい。ん、ジェムストーンのドロップ率が低下、モルブのドロップ率が、はあ、ははあ、全ての聖なる恵みを変更、どっちの方がいいんやろう。モルブに変化する、どっちがいいんやろう。技みたいなのが欲しいな。竜の棘の天から、そうか、天からの一撃か。ちょっと次しばらくレベルは、レベルスキルレベル上げられなさそうやな。あ、かつて洞窟をさまよっていた巡礼者が今は捕らえられている。はいはいはい。哀れな家族は二度と戻らぬ彼らの帰りを永久に待つのだろう。あ、あ、そういうことか。この死体っていうか蜘蛛の糸でこうくるまれてるのが、はあはあはあ、なるほどな。これ演出やね。こっちは、お、なんか強そう。不足の妙手、一定確率でこう、おお、これで遠距離で戦えるな。いや、いいんちゃう？これ雲倒せんちゃう？どうやろう？ちょっときついかな。今気づいたけど、これモニター曲がってんな。何日か前に地震があったから、そのせいかもしれんね。何日前やろ？ 10日？ 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 3日5日？その間気づかへんかったらなかなかの鈍感さではあるけども。もしかしたらなんか、いろんなものの、積み上げられてるゲームとか、お、なにこれ。甘いダイヤの広間だ。長い道のりを進んだ先には見る者の心を奪う壮麗な広間があったのだ。だが英雄はその最果てに何があるのか知る由もない。到達するより動くことが大事なのだ。毎回フロア、このフロアは俺見たことないから、変わってるな。これ何やろ。
いつが来た、ちょっと待って、あかん、毒毒毒毒、ずるいよな、俺も欲しいな。でここで HP がもうだいぶテンパってしまってガードも忘れてしまうっていうねんで結構ダウンさせられると。あのボスもあの雑魚敵をね早いとこ倒せたら多分あんなテンパらんで済むんかなーっていうふうに思うんやけど、多分無理やな。それかそうね、回避を使うと雷ダメージ、あすげえな、なんかはい、あれか回避できない、あ今決まったな回避、そうか回避さ一定時間に1回しか使えへんねや、そうね、待機時間があるでも強くなってんちゃう、違うかな、攻撃をしちゃうからあの盾がね上がっちゃって、盾がずれちゃってダメージを受けるっていうのがあるんで、攻撃せずにステイしてたらいいのかな多分、ただそんな冷静にはプレイできないので、おい雷、回避の雷がちゃんと効いてるな、いい感じ、なんかちょっと立ち、あー変な空気が立ち込めてる感じがする、なんやこれ、あー体力の一部を減るスポーションのままで、これに変えんのか、あーどっちの方がいいんやろ、こっから、こっから体力を回復できればもちろんいいんやろうけど、回復できんかったら一部を変えてるだけなんで、 HP を守りっていう形に変えてるだけなんで、そんなに意味がない気がするので、なんでここまで引き寄せたのは何か、彼女はレアの意志が動かぬオベリスクに流れ込み守護者を助けるとだけ静かに囁いた。一体何が起きたのか理解するために彼女は一度家に帰らなければならなかった。素早さのオベリスク、回復使ったけど、多分めちゃくちゃもらうんだね、ちょっと一回こっちの部屋行こう、怪しまれるのにヘキヘキし、彼は自らミステリアスな天使と名乗った。あーこれさっき助けた人か、これ壊していいんかな、泥棒みたいな、ならへんかな、これは最大体力が上昇、勝ってもいいよね、敵
をスタンさせる。死体が移動速度上昇。とりあえず、回復したか。してるな。ありがとう、ありがとう。じゃあ、これ次のフロア、次のフロアとか次のとこに行くのと、さっきオベリスクってのがあったけど、オベリスクとなんか違うな。あのボス、雲のボスが前回いたのは今勝利にいたフロアの手前なんやけど、どうなんやろ。なんか回復が出やすくなったってことは、これを使ったらいいのか。で、あ、そうか、最大体力上昇してる。あ、使うんかこれ。はいはいはい、なるほどな。うん、上昇したかな。やばいやばい、早いな。のが速いのに移動速度、だからそれに負けへんぐらいの速さでシュシュッと。あ、違う違う違う、間違えた間違えた。くばえ、パワープレイでいこう。これはん、今なんかスキルツリー、スキルツリーじゃなくて実績がどんどん解除されてるんやけど、中でできた。ああ、実績解除したからか。実績を締めく爆発物、はあ、使ってみようか。どうした。おお、なやこれ、強そう。俺ダメージ食らうんかな。じゃあヘルスポーションの守り、ダメージがいまいち、ダメージを見てへんので、今回は装備が、装備っていうか補助の、なにこれ、これ何。ベラージョは追ってこいと挑発してみせた。これは敵ではないんか、ベラージュ。はいはい、追ったら、あー、こっちか。足音が、足音が、足音じゃない、足跡が見えなくなると、はいはい、ベラージョは遠くに逃げた。ちょっと終わり、終わりかな。ぐずぐずするな。さらに奥深くまで移動した。あ、まだ追いかけられんのかな、もしかして。ベラージョが消えた。おそらくまた現れるだろう。回避率上昇。はあ、ここでむっちゃダメージもらったな。やばい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 、これこれ、あ、逃げられへんのかな。こっち戻る。あ、戻ろうか。ん、あ、戻れない。なるほど。カード、
強そう。回復したいな。やばい、なんかやばそうな。なんかもろに食らったな。どうしたらいい。やばい、ちょっとこれはやばいな。追ってきてるもんな。ここで振り向きざま。あ、引っかかった。はい、よっしゃ。今のうまかったんちゃうかな。でも敵がまだいるんで、ちょっとずつ減らしていこう。あー、なんかいる。でかいのがいる。HP の回復量がシビアやな。あった。あ、動けへん。なんか使われたな。どうしたらいい。よっしゃ。なんか捨てたやつは拾えへんのかな。なんか一定以上使ってたら。やばい、あー、やられた。これしっかり見とかなきゃな。やばい、これはやばい。ちょっと離れた方がいい。あれ倒せへんな。なんかいる。弓使いみたいなのがいる。あれ倒せるかな。回復した。ずっと攻撃してて20ちょっとダメージ入ってんのが、あれは多分弓の攻撃かな。何これ。ああ、水たまりか。HP チェック。普通にガードしていったら全然耐えれるな。それは共通なんかな。あ、まだいる、まだいる、まだいる弓使い。
弓使いっていうか弓矢。はい。あかん、そこ行ったらあかんかった、失敗したな。どうしよう、とりあえず投げよう。商人がいたんで、あそこで回復させてもらえばいいかな。多分なんかいいの出てくれんかな。これで帰れるんかな。あ、帰れてない、いや帰れてるか。なにこれ、あ、いや これはこのままで。やばいやばいやばい、オベリスクの先も行っときたいな。その前に HP を買おう。あ、ミスった。ここでこれコスト1で1個買えましたと。ネオンアビスみたいにこうスキルみたいなどんどん追加していけるんやな。こうザクザクと拾えてるように見えるけど、4、5とかしか増えてへんのでね。まあまあまあ、獲得経験値そうか。ん、あ、この先は別に行けへんのやね。 OK、 マップ上の光り輝いた感じ、あれ何やったっけ。あ、ここか。ん、まあいいや、とりあえず獲得経験値が今上がってるんで、あと30秒ぐらいかな。おそらくあの、あ、やばいやばい、危ない。おそらくあの喋りながらやったらこう常に画面に集中できてへんで、まあまあまあいいんやけど。あー、どっかから来てるな。あれ、また？あー、また。ありえない。どういうこと？マーガレットはつぶやいた。うん、周囲の存在も忘れるほど壁の研究に没頭していた。やっぱりランダム。いつもは子供たちにかかりきりの祖母。今はそっとしておくのが良策なのだろう。ん？特にここは何ももらえたりはしない。オッケー。ここ聖域みたいなのが敵入ってこれ。うぅ、いたいたいた。ヒットアンド、あれ、あかん。あかん、逃げろ。ボスと戦うのはちょっと厳しいかな。どうやろう、行こうか、しょうがない。多分これ以上は回復できんから。
回復出てくれへんかな。何か、いやー出てこんな。でボスよ、8つの目が自らの墓穴に進んで飛び込むだろう。最初は回避重視でちょいちょい当てるみたいな感じがいいんかな。ほい、回避重視で。あかん、やられる。これ雲出してこうへんのちゃう。あー出してきた。あ、とか HP ある、 HP ある、ちょっと飛ばしてくれ、飛ばしてくれ。あ、これ使おう。うん、 HP9 しかない。ここよ。これで逃げるのがいいんかな。どうしたどうした。苦痛に飲み、死がゆっくりと安らぎをもたらしていった。うん、いや倒せたな。で次の道が開かれたと。なるほど、なんか強くなる、自分が強化されるような。道が開き、洞窟の中心にいる精霊に一歩近づいた。だがその一歩を踏み出す前に、まずは家に帰り新しく発見した道のことを家族に知らせるべきだと感じた。そうね、集めたモルブ79、あ違う1200。お、すごいすごいすごい。ジェムストーンがやっぱいっぱいあった方がいいんかな。いっぱいあった方が、ってかドロップできた方がいいんかな。この特殊なアイテムを使ってみたいな、どうなんやろう。少年が失踪したのはダガーをしっかり隠さなかったからだとベンは考えた。ん、ダガー持ってとチャレンジしに行ったってこと。ああ、そういうことか。だがマーガレットはいつまでもダガーを隠しておけないだろうと分かっていた、うん、とにかく今は急いでケビンのことを見つけるよう家族に頼むだけだ。ケビン、ダガー、ああ。こう新しい新要素が多すぎてこう頭が。帰ってきた。ケビンはほぼ無傷で冒険から戻った。だが家族からの称賛の言葉はない。ケビンはセンスがあるんやな。特に父からは。ケビンのそばにリンダがいたとはいえ、リンダ見た、危険に身をさらし妊婦の母を含む家族全員を心配させたのだ。父はまだ怒っていた。ケビンもなぜそんな身勝手なことをしたのかとケビンに繰り返し尋ねたのだった。いや、わかる、なんとなくわかるな。ケビンは叔父のベンなら自分の勇気と行動を理解してくれたのではと思った。少年は待った。英雄的な行為が認められずさらに罰が待っていると思うと苛立ちさえ感じた。ケビンの両親の反応は
予期したものとは違った。父はケビンの勇気に鼓舞され、息子に戦う術を教えようとしていた、はいはいはい、もはや母はかつての病弱で心配性な主婦とは程遠かった。紛れもなくベルグソン家の一員だった母は彼を祝福し、勇気を出す時には用心するようにとだけ頼んだのだった。やっぱり親ってのはいつまでも子供のことは心配やからね、こう危険を犯してこうなんか賞賛を得るっていうのは、まあ例えばお金とかね言うとしたらやっぱりうんと思うんやけど、思うんやろうけど、一番喜んだのは叔父のベンだったろう。老いが戦いで引けを取らなかっただけでなく、自分が作った武器を使って戦ったのだから。めちゃくちゃいい動きするんじゃん、ね、ケビンは家族の使命を背負って立つ姿を兄マークに見せられないのが残念だった。兄さんはどちらへ。登場人物が一気にガンガンガンってきていこう、はあ、敗北した雲の王はアナイダイヤへと続く道からその姿を消したのだった。あれは雲の王。とはいえ道中欲深いゴブリンたちが手を出してくる危険はまだ残っている。ベンは進むべき道筋を示しながら失われた洞穴で巡礼者が直面したことの話をした。マーガレットは石板を解読するたびでやベルグソン家に新しい情報を明かす。必要なものを用意すれば一家を強化することができる。世界の神秘を賢者は手に取るように理解することができた。そして賢者の言葉は人間にも獣にも役に立った。ブリスクによる得られる効果がアップ。ちょっと高いな、急に高くなったな。で母親はこと離れると不安を感じる。それは最良の時でも、今は最良とは程遠かった。メアリの長男マークが森の奥深くにある修道院に住み始めて1年以上が経とうとしていた。このところ何かと気がかりな知らせが届いている場所と同じ森だ。マークを探しに行けたらいい。こんなとこにも誰かが。過去は時の喜びと苦しみの両方をはらんでいる。ジョンの言う通りシーラは助けになる。だがベンはシーラとの過去の関係に基づく心の痛みを無視できなかった。ベン、シーラ、ちょっとなかなかやっぱり攻撃よ。ん？モルブが足りません。あれ俺モルブ2000くらい手に入れてなかったから。攻防のこれか、これをレベル1にスキル1レベル1にするのにだいぶお金かかったのかな、かもしれへんな。 OK、 じゃあ時間いくらなんで今日はこの辺で、ありがとうございました。おやすみなさい。